バブーのエンブラエル E-190 スイスジュネーブ空港バブーのボンバルディアダッシ -89300 ドイツシュトットガルト空港バブーのボンバルディアダッ -89400 2010年撮影バブーという名称で知られていたフライバブー株式会社はスイスのジュネーブ空港とルグランサコネ空港を中心に運行されていたリージョナル航空会社 2010年11月には経営破綻の危機に禁止したが、ルガーノのダーウィンエアライングループが救済した。バブーは、ジュリアン・クックによって2003年8月に設立されたが、これはスイス・インターナショナル・エアラインズが、ジュネーブ・ルガーノ間の路線を廃止する決定をしたことを受けてのことであった。ジュネーブからルガーノへの最初の便は、2003年11月3日に、 チルス航空の機材を使って就航した。2004年5月、バブーは連邦民間航空局から航空運送事業許可を得て自社が占有する旅客機として50人乗りのダッシュ89300を製造会社であるボンバルディア・ヤロスペースからリースした。その後、バブーは自社所有の機材としてダッシュ89400を2機獲得し、以降5年間これらを運航した。しかし、 2007年に至り、バブーは資金が付き、レバノンの国際的投資グループである M1 グループに売却され、この大きな転換の中で株式への出資額は920万ユーロとなり、これによって経営陣は健全な成長戦略を立て、新たな企業イメージを築くことができた。また、創業者のジュリアン・クックは、同社から離れることとなった。バブーは、 3機のエンブライル E190 を発注し、2008年4月から就航できる運びであった。同社は、キエフやサンクトペテルブルクへも就航する予定であると発表していた。2008年9月に3機の E190 が納入され、バブーは新たにジュネーブからトゥールーズ、ボルドー、アテネ、ブカレスト、ザグレブへの路線を開いた。しかし、以前に公表していた。 ロシアの2都市への就航は実現しなかった。サンクトペテルブルクへの就航は、ロシア当局から認められず、キエフへの航路は十分な需要が見込めないと判断されたためであった。結局、これら2都市への就航は実現しなかった。2009年末の時点で、バブーは7300万スイスフランを売り上げていた。また、その時点までに130万人以上の乗客が、 バブーを利用していた。バブーは、コードシェア便の協定を、タロム航空、エールフランス、シティジェット、アリタリアイタリア航空、オリンピック航空と結んでいた。また、ミラノ、マルセイユ、ロンドンへも就航し、さらに、2009年12月のスキーの季節には、ジュネーブからオックスフォードへの便も運航されていたが、2010年6月の時点では、ナポリ、ミラノ、 マルセイユへの各便が運航停止となり、当期のオックスフォード便も時刻表から消えた。2010年10月、バブーはリースされていた3機のエンブライル E190 を11月末までにリース元へ返却することを発表した。2010年11月25日、ダーウィンエアラインが2011年初めをめどにバブーを買収する計画を発表した。 この計画では、ダーウィンエアラインがバブーの施設を取得することとなっていた。ありがとうございます。